福西映像は、日本の養酒研究家、バー経営者。カクテルに関する著作を多数上司している。1930年、北海道旭川市に生まれる。実家は、合津から北海道に入植した商家であり、王子は合津の作り酒屋、小宮山家の養酒となって、青酒国志無双で知られる、高砂酒造を経営した。正高校を卒業し、上京して、 早稲田大学第二文学部英語英文専修に進学するが、6人兄弟の長男のため仕送りは望めず、アルバイトに励んだ。そのアルバイト先が浅草のキャバレーであり、そこでバーテンダーの技術を教わった。その後は浅草、北、千住、八重洲口のトリスバーを転々とした。八重洲口のトリスバーの常連客に当時、 朝日新聞配団の先者だった石田派響がいて、親しくなり、自らも俳句を始めるようになった。1962年、浅草に自らのバー、鶴をオープン。この店名も派響の主催する廃止、鶴から借りたものである。廃人と落語家をはじめ文化人が多く集まるバーで、柳屋子さんとも親交を深めた。全日本バーテンダー協会で編集局長を務め、 その後、サントリーフードビジネススクール専任講師となったことをきっかけに鶴を閉店する。サントリーフードビジネススクールで24年間教鞭を取り、校長職を務め、1993年に退職。ありがとうございます。